今度はどこへ行くんだい？コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。他に売りたいものはないかい？確かに引き取ったよ。これで少しは懐が潤うだろう。確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？これで少しは懐が潤うだろう。オリフレムか。そういや、ここのところ随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。オットーたちバタバタしてた。お帰りなさい。クライブ、無事でな。よう、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか？ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブルクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、オット。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。こんなところか。ガブに声をかけておこう。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？
潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成はドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なこと。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。もうじきブドウの収穫だ。そろそろみんなが畑の仕事を終えてくる。やっと落石が片付いたね。これでノースリーチへ行けるな。ちゃんと物資を買い込まなきゃ。Hush!
見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。ザンブレクまで来た甲斐があったわ。こっちもうまそうだ。新鮮な魚と果物、おいしいよ。兵隊さんもお気に入り。芳醇なワインだよ。積み荷を調べる。怪しいものは没収だ。薄汚いベアラーメン、主のもとへ帰るがいい。何を買うか早く決めてくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か、シドよりもオッドの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。夫から知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね。昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって？夜の女王って何？
恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、ダルメキアの品物まで集まってるのね。なんだい、買うのか買わないのか。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です。私の新しい用心棒なの。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほらさっさと行け。ほら無事に抜けられたでしょ。まったく肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。戦に出る前に。ええ、分かったわ。お客様に粗相のないように。お帰りなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。夜の帳よ。無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんは、うちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は少し前から娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。
わかった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。娼婦たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって、ずいぶん塞ぎ込んでたの。あの子、母親を早くに亡くしたから、マダムのことを本当の母親のように慕っててね。鶴草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。わかった、当たってみる。タチエヌと暮らしていた子か。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと、人と会うと言って出て行ったきり戻ってこないの。やっぱりあいつと何かあったんだわ。あいつ？あの子の客でザンブレクの兵士なんだけど、最近立ち絵のをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙っててって。何でもいい、その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう、探してみる。絶対にタチエヌを見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ザンブレクの兵士、軍の訓練所を当たってみるか。今夜こそうちに寄ってちょうだいな。さあ、訓練が終わりだ。今日も夜の帳に顔出すか。ここに駐屯している兵士の中に右目に傷のある者はいないか。なんだ、ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ。よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。右目に傷ってヤニックのことだろ。あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。ムーアか。行く前に一度イサベルに報告しておこう。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。立ち得ぬがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。
その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう。でもムーアとは厄介ね。なぜだ？あの村はベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。なぜ壁の内側を見やがる。この辺りは穀倉地帯か。以前は気にも留めなかった。君君動けよ。大事な買い入れ時だってのに倒れてないで。ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。あの黒い服のベアラー見ない顔ね。主もいないのにうろちょろして。今年は小麦がよく実ったな。あんたがベルトランか。力を借りたい。そのブローチ、マダムの使いか。ひとまず要件を聞こう。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか。何人か心当たりがあるが、そういや最近ザンブレク兵と揉めていたやつがいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていてもこの村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。ああ、肝に銘じておく。お前の主人はどこのどいつだ。一人で散歩させるとは主のしつけがなってねえな。ノースリーチのマダムの使いで来た。あんたに教えてほしいことがある。マダムの？なんだい、それならそうと早く言ってくれ。それで何が聞きたいんだ。ここに右目に傷のある兵士が訪ねてこなかったか。ああ、来た来た。小汚い櫛を持ってきて、これよりいいのを売ってくれってさ。なんでも好いた女に送るとか。あの野郎、散々ねぎってきやがって。一悶着あったからよく覚えてるよ。ま、最後はふっかけてやったがに。あんたから櫛を買った後、そいつはどこへ。確か待ち合わせをしてるとかで近くの遺跡の方へ行ったんじゃなかったかな。助かった、向かってみよう。なに、マダムの頼みだ。いいってことよ。それよりマダムにしっかり伝えてくれよ。俺が協力したってことをさ。
死の匂いだ。嫌な予感がする。あれはトルガ、魔物を片付けさせる。フッ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 。違うと思いたいが、念のため調べてみるか。二人とも魔物に襲われたか。この様子じゃ逃げる間もなかったようだな。この櫛、立ち得ぬなのか。ああ、多分そうさ。ヤニックが入れ上げてた娼婦に違いない。そこに転がってる兵士がお前の探してたヤニックだ。まったく、バカしやがって。あんたはノースリーチの訓練所で、どうしてここに。お前が来た後、俺もこいつのことが気になってな、仲間たちと探してたんだ。そっちの目的は娼婦の方だったのか。ああ、マダムに頼まれてな。ヤニックはその女にえらく惚れ込んでた。女が大切にしてた櫛に、それを送った誰かにひどく嫉妬してたよ。彼女に新しいものを買い与えて自分だけのものにするんだってな。この櫛はマダムが送ったものだというのに。恋人がいると思い込んでたんだろう。それにしてもなんだってこんなところで。立ち得ぬの櫛を盗んで、それを餌に彼女を呼び出す。そこを魔物に狙われたというところか。あいつのことだ。もしかしたら強引に連れ去るつもりだったのかもしれない。何にせよ最悪の結末になっちまったがな。すまない、マダムに迷惑をかけた。ヤニックの死体はこっちで内々に処理する。女の方も後で夜の帳まで届けよう。いいのか。軍の不祥事だ。尻拭いぐらいするさ。さっきムーアの村でマダムを見かけた。お前を追ってきたのかもしれん。彼女によろしく伝えておいてくれ。ムーアにイサベルがいると言っていたな。せめてこの櫛だけでも届けなければ。マダム、ご用でしたら伺いましたのに。無事のようね、クライブ。さっきうちの店にシドとお嬢さんが来たの。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。ありがとう、イサベル。それで立ち得ぬのことなんだが。あの子のこと何か分かったのね。そうだったの。立ち得ぬはもう
娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が残るだけ。この櫛が彼女のそばに落ちていた。いろいろとありがとう、クライブ。彼女の遺体が帰ってきたら一緒に弔っておくわ。それじゃあ俺はもう行く。待って、あなたたちはオリフレムへ行くのでしょ。うちの乗客から妙な噂を聞いたの。何でもザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないかって。どういうことだ。ザンブレクとウォールードはたびたび領土争いをしてたけど、今度の再軍備はこれまでとは少し様子が異なるらしくて、用心するに越したことはないわ。気をつけて。わかった、感謝する。